君は最近彼女と仲良くしているそうだね。君が共犯という可能性も。支店長の疑いの眼差しが彼に向けられる。同僚たちもこそこそと話しながら彼を見ている。私のせいだ。私が勤める支店で見つかった不正経理。みんなの疑いは不正経理の濡れ衣で左遷されてきた私に向けられた。当然の反応だろう。そんな私をかばったせいで彼が疑われている。こちらをご覧ください。私は彼を守るため一歩を踏み出した。そしてそれは会社を大きく揺るがす一歩となった。両親が共働きだったこともあり、幼少の頃から一人で過ごすことが多かった。もともと周りよりもおとなしい性格で、それを両親は一人で留守番をさせても安心な娘と見ていたのかもしれない。事実、私は留守番をしていて、両親を困らせるようなことは一度もなかった。だけど、幼い頃から一日中一人でいることに慣れてしまったせいで、おとなしい性格に拍車がかかってしまい、人との付き合い方がわからなくなった。付き合い方がわからないから無口になる。それは周囲に暗い子という印象を与えたようだ。何を考えているのかわからないと言われることも多い。気持ち悪いと避けられ、学生になっても友達はできなかった。それは大人になってからも変わらない。ただ、そんな私に周囲が積極的に話しかけてくるシーンがある。山岸、この書類よろしく。え？私？え？嫌なの？いえ、やります。山岸、これもやっといて。机の上にはどさどさと大量の書類が置かれる。よろしくー。はい。面倒な頼み事があるときだ。それは今も昔も変わらない。初めの頃は話しかけてもらえ、頼りにされている喜びがあった。だが、いいように使われているのだと理解している今となっては、全く嬉しくない。しかし、断ってしまうと人間関係がこじれる。そう考えると、断る方が面倒だった。面倒事は避ける。それが人付き合いをせずに生きていく上で大切なことだ。何しろ、面倒事に巻き込まれたとき、助けてくれる人がいないのだから。私は大学卒業後、極力人と関わらなくて済む経理の仕事を選んだ。日々発生するお金の取引を記録し、まとめて管理する。人と話をするよりも、パソコンや書類と向き合うことが多く、天職と言えるだろう。話しかけられることはなく、話しかけることもない。そんな仕事ばかりの生活だから、当然親しい友人はできない。仕事終わりに同僚と飲みに出かけるということもなかった。毎日一人で淡々と仕事をして、帰宅するだけの日々だ。そんな私によく話しかけてくる人物がいる。おい山岸、これやっとけ。はい。上司の西部長だ。西部長は頻繁に仕事を押し付けてくる。周囲の評判は悪い人ではないが、私はあまりいい印象は持っていない。今与えられた仕事だって、本来は西部長の仕事だ。それを私にやらせておきながら、自分の手柄にする気だ。分かってはいるが、面倒なので騒ぎ立てることはしない。西部長も、私が黙って引き受けることを分かっているから、安心して押し付けてくる。部長、
油断大敵って言葉知ってますか？などと頭の中だけでささやかな抵抗をして、私は自分の仕事と押し付けられた仕事の両方をこなす。そんな変わらずつまらない日々が数年続いたある日、とんでもない事態が降りかかってきた。え？監査ですか？私は社長室に呼び出されていた。君が作成したデータに不正があったのだよ。社長は怒りで顔を赤くしている。私が作成したデータに不正経理の疑いがかかり、監査に入られることになったようだ。確認させてください。一方、私はというと、いつもと変わらぬ調子でお願いした。もちろん、動揺が全くなかったかといえば嘘になる。だが、社長のように取り乱すことはない。社長が見せてくれた書類には、確かに見覚えがあった。以前、西部長に押し付けられた仕事だ。このまま処理してくれればいいから。渡された書類をそのまま処理してくれればいいと言われ、私は言う通りにした。これは西部長にお願いされたものです。私は一切手を加えていません。西君が渡したという、その書類がないんじゃ証明できないだろう。書類は5年間保管することになっている。しかし、保管されていた書類は、私が西部長に渡されたものではなかった。保管されていた書類を見れば、君が作成したデータの数値が間違いなのは明らかだ。それでも君は、不正をしていないと証明できるのか？それは、とにかく、これは会社の信用問題だ。君が犯罪に手を染めていないことを望むよ。社長が頭を抱える。ここで何か言っても、社長を余計に混乱させ、面倒なことになるだけのような気がした。私は黙って頭を下げて、この場をやり過ごした。その後、監査が入り、私は事情を聞かれるなど、面倒な日々を過ごしたが、犯罪性はないと判断され、単なる入力ミスとして処理された。もっとも、その責任を負うのはすべて私だ。西部長に対するお咎めはない。やっちまったな、山岸。次からは気をつけろよ。当の本人である西部長は、真相を知っているからか、きつくは言ってこなかった。しかし、周囲の私に対する見方は完全に変わった。社内に変な噂が流れ始めたのだ。山岸横領したんだってよ。あいつ、いつかやると思ってたよ。根も葉もない噂だ。しかし噂は瞬く間に広がり、風当たりが強くなる。私に聞こえるように陰口を言われ、ひがめいる。親しい同僚がいない私は、誰にも助けてはもらえない。話しかけんなよ。こっちまで疑われる。話しかけようとすれば怒鳴られる。誰もが私を避けていた。だが、これでは仕事にならない。業務に支障が出始めた頃、私の机に一枚の紙が置かれていた。お前、ここに居づらくなってきただろう。移動した方がいいと思うぞ。移動。つまりは、左遷ということだ。そうですね。そうします。だが、それに心をかき乱されることはない。西部長に言われるまま、私は左遷を受け入れた。私の左遷先は田舎町にある支店だった。
住んでいたアパートから通勤できる距離ではなかったため、引っ越すことになる。普通なら、田舎への左遷なんて悲観することなのかもしれないが、私にとってはどうでもいいことだった。どうせ都会に住んでいても、会社とアパートを往復するだけなのだから。ただ唯一、元の職場の嫌な噂が届いてないことを願った。しかし、私の願いは届くことがなかった。ここにも私の横領の噂が届いていたのだ。あの人、元の職場で横領したんだって。そんなやつこっちによこすなよ。私を迷惑そうに見る社員たち、聞こえるように言われる陰口。元から人付き合いに難があるというのに、それに加え前の職場の噂だ。以前より状況は悪くなっていた。前の職場と違うのは、誰も私に仕事を押し付けてこないことだ。それはいいことなのだが、普通の仕事さえなかなか回ってこないために暇である。おはよう、山岸さん。え？あ、おはようございます。そんな日々を過ごし、数日が経過したある日、突然予想していなかった人に話しかけられ、私は間の抜けた声を出してしまった。彼の名前は坂本健也。誰とも話をしていなくても、彼の話は自然に聞こえてくる。坂本くんが微笑んでくれた。ときめいたわ。職場の女性たちの話の中で、彼の名前を聞かない日は一度としてない。社内一の都会的イケメン。とてつもない人気を誇り、女性たちは話しかけられただけで他の社員に威張るほどだ。話しかけられただけでそんなことになるため、羨んだ女性たちの間で嫌がらせも起こっているらしい。そんな彼に話しかけられ、私は大混乱だ。ただでさえギクシャクしているのに、それに加えて女性社員に妬まれるようになってはたまったものではない。お昼、一緒にどう？いえ、一人で食べたいので。私は彼を避けようとした。しかし、それでも再び近づいてくる。俺、仕事が終わったから、この分手伝うよ。結構です。自分でやりますから。いいからいいから。一人でいる私を気遣っているつもりなのか、必要に私に関わろうとしてくる。正直、ありがた迷惑だ。女性社員の妬みの視線が痛い。本当に結構です。私に関わらないでください。拒否の言葉をぶつけると、彼は悲しそうな顔をした。それに、若干の罪悪感を覚える。どうして私に近づいてくるんですか？疑問に思っていることを問いかけると、彼は少し困ったように笑った。やっぱり、俺のこと覚えてない？え？私にはさっぱりわからない。こんなイケメンが、私の知り合いにいただろうか。俺、山岸さんと同じ中学なんだよ。同じクラスになったこともあって。そう言われたが、すぐにはピンと来なかった。当時の俺は引きこもりでさ、勇気出して投稿してみたんだけど、じろじろ見られちゃって、くじけそうになったんだ。その時に話しかけてくれたのが、山岸さんだった。ここまで話を聞いて、ようやくそんな男子生徒がいたことを思い出した。ずっと学校に来ていなかった子が急に教室に現れて、クラス中がびっくりしていた。物珍しさと、
どう接したらよいのかわからず、みんな気になって授業中でさえチラチラと彼を見ていた。坂本くんが青い顔をして居心地が悪そうにしていたのを覚えている。そんな彼に私は一度だけ声をかけた。移動教室で偶然に二人きりになった休み時間だった。ねえ、大丈夫？え？他の人の目なんて気にする必要ないよ。私から人に話しかけることはそう多くない。どうして声をかけようと思ったのか、今になっても思い出せない。孤独な彼にシンパシーでも感じたのだろうか。あの時の山岸さんの言葉のおかげで、すごく肩が軽くなって、一歩を踏み出すことができたんだ。だから、山岸さんには本当に感謝している。ストレートな感謝に照れくさくなる。顔が熱い。どう反応するのが正しいのかわからず、私はただ下唇を噛み、顔をうつむかせることしかできなかった。そして、このやりとりがきっかけとなり、私は坂本くんと交流を持つようになった。坂本くんが話をして、私はそれに相槌を打つ程度のことなのだが、私にしてみたらかなりの進歩だ。それに女性社員の嫉妬の対象になるには十分だった。視線が痛く、陰口も聞こえてくる。それには辛さを感じたが、それ以上に坂本くんと一緒にいられることで落ち着けている私がいた。今までだったら、絶対に面倒くささが勝っていたはずなのに、自分の変化を感じつつ、一月が過ぎた朝、突如として騒動が起こった。ちょっと、監査が入るんだってよ。マジ？なんかしたかな？いやいやいや、一番やりそうな奴がいるじゃん。隠そうともしない陰口。前の職場での噂から、早速私へ疑いが向けられていた。まだ何があったかも分かってないのに、みんな勝手なことを。坂本くんは私にそういった疑念を持っていないらしく、周りの反応に少し苛立っていた。別にいいの、大丈夫。私は淡々と言う。坂本くんは心配そうにこっちを見てくるが、私の平然とした姿に安心したようだ。朝からみんなありもしない自分の罪を探しては怯えていた。全員が揃ったところで支店長が険しい顔で話し始める。その後ろには本社から派遣されてきた監査役が立っていた。先日本社へ送った書類に不正経理が見つかった。どこかで聞いたことがある話だった。言葉を聞いた全社員の視線が私へと向く。みんな私を疑っているのだ。私がやったという証拠もないというのに。こいつじゃない？だって今までこんなことなかったし。そうだよな。こいつしかいない。またもやそんな声が聞こえてきた。山岸さんがやったと決めつけないでください。誰がやったか調べるのが先じゃないですか？誰もが疑う中、坂本くんがかばってくれた。全員の視線が今度は坂本くんに向けられる。うん。君は最近彼女と仲良くしているそうだね。はい。彼女とは同級生でして仲良くさせてもらっています。君が共犯という可能性も。な、憶測で話すのはやめてください。坂本くんに疑いの眼差しが向けられる。最近親しくしてるしな。もしかすると。怪しいと思ってたわ。何も調べていないというのに
犯人で決まりだと思っているような言い草だ。昨日まで坂本くんにうつつを抜かしていた女性社員までそんな様子だから白状である。俺も山岸さんも不正経理なんてしていない。坂本くんは必死に訴えているが、それがみんなの心に届いている様子はなかった。私を守ろうとして坂本くんまで疑われてしまっている。これ以上、彼に迷惑をかけるのは嫌だった。お待ちください。私の落ち着いた声に周りは静まり返った。坂本くんが驚いたようにこちらを見ている。私が疑われるのは当然です。実際、前の職場も横領の疑いで左遷されていますので、もう面倒だなんて言ってられない。坂本くんを守るためにも一歩を踏み出す。ですが、私は無実です。もちろん、坂本くんも無実です。証拠はあるのか？こちらをご覧ください。デスクの引き出しから USB メモリーを取り出し、監査役に渡す。前の職場から持ってきていたものだ。これは？不正経理をしている本当の犯人がわかる証拠です。監査役はその場で中のデータを調べた。そして両目を見開く。あ、このデータは。私の渡したデータでわかる犯人。それは元職場の上司である西部長だ。前の職場で西部長に処理するように指示された書類の数々です。こちらと本社に保管されている書類をすべて調べてください。差し替えられているはずです。私はずっと前から西部長の横領の疑いを持っていた。西部長に押し付けられた仕事をこなしているうちに気づいたことだ。西部長からしたら誰とも交流を持たず淡々と仕事をする私は使いやすかったのだろう。だけど、私はもしものためにデータとして残していた。今回、ここから送られたという書類にも、西部長が関わっているのではないでしょうか。私の言葉に監査役は難しい顔をして、考える素振りを見せたが、すぐに小さくうなずいて私を見た。わかった。調べてみよう。よろしくお願いいたします。私は腰を直角に折って頭を下げた。それから数日後、西部長の横領が発覚し、彼は逮捕された。私が渡したデータは大いに役に立ったようだ。すべての横領が明らかになり、西部長には弁明の余地もなかったらしい。いろいろと巻き込まれてしまっていた私は、何度も監査に呼ばれ、事情聴取をされる羽目になった。そんな慌ただしい日々がようやく終わり、平和な日常が戻った私は昼休み、会社横の公園のベンチに腰掛け、お弁当を食べていた。本当に良かったの？戻らなくて。隣でおにぎりを食べる坂本くんの問いに、小さくうなずく。西部長が逮捕されたことで、私にかかっていた横領の疑いは完全に晴れた。会社としては謝罪のつもりなのだろう。左遷の取り消しと、元の職場への復帰を提案されたが、私は断った。いいの。どこに行っても私は変わらないし、あっちに未練があるわけでもないから。引っ越しの手間を考えると、かなり面倒だ。私の答えに坂本くんはふーんとうなずき、それからおにぎりを食べて質問を変えた。でも、前に不正の疑いがかかったとき、なんでこの前のデータを見せなかったの？あれがあれば、左遷されることだってなかったのに。ここ最近の私を見ればわかるでしょ？面倒なことになるってわかってたからよ。
坂本くんの疑問は全くもってその通りだが、あの時の私は職場にこだわりがなかったし、面倒なことに巻き込まれないことの方が重要だった。証拠を集めていたのももっと面倒なこと。つまりは逮捕なんてことになったら困るからだ。じゃあ、なんで今回はこのデータを？私だけじゃなく、坂本くんも疑われたから。それは嫌だから。私の答えに坂本くんが嬉しそうに笑う。見つめられ、自分の言葉が恥ずかしくなる。何？じっと見ないでくれる？ごめんごめん。でも、確かに前回提出してくれなくてよかったかも。どうして？だって、もし提出してたら、左遷されなかっただろう？確かにその通りだ。左遷されたおかげで、坂本くんに会えた。いや、でも、それって。私は隣へ顔を向けた。真剣な眼差しの坂本くんと目が合い、心臓がドクンと大きな音を立てて跳ねる。こう言っちゃなんだけど、左遷されてきてくれてありがとう。俺、山岸さんのことが。この世には、こんなにも幸せなことがあるものなのか。私は初めてそれを知って、涙が溢れた。